しがましさく、あれなんかチャージがどうのこうのだよな。いやさすがにあの天空は星5武器で基礎攻撃力も高いから、メインオプションがチャージでも、まあ、あとサブオプで会心率とか攻撃速度上げれるから、まあっていうのはあるけど、星がまってさ割となんか普通にサポ向けの性能じゃなかったっけ。あれあれとかなんか試作なくね。あれ待って、星がま試作なんかないんだけど。いや作ってないってことはない。なんか間違えて餌にしちゃったのかな。ないんだけど。いや作ってないってことはない。うん、こいつどっか行った。え、ないんだけど。肝臓武器は全部作ってる、あの図鑑埋めるために。え、餌にしたんかな。ないんだけど。嘘、え、本当にないよね。ないわ。ない、なんか消えてる。え、嘘だ、そのバカな、消失してる。捕まえた。え、勝利先生、お迎えガチャにて星がまし作レベル50鍵なしを確認しました。ここからいつ亡くなったのか捜索を続けます。それ待って、ね、なんでそんな面白いことしてくれてんの。それなんか途中経過とか最終結果分かったら、なんかツイッターの DM とかで教えてほしいんだけど、どこに行っちまったんだ星がまし作。鍵なしってことはマジで素材にしてんだろうな。鍵をつけてない時点でもう多分餌にする気満々だったんだろうな。もうレベル50の星がまし作くん。つーか勝利先生お迎え配信ってもうめちゃくちゃ最初の頃じゃないそれ。バージョン 1.1 でしょ多分。もういにしえのアーカイブだよそれ。本当にマジでガチの初期の頃の配信や。 1.1 からもう消えたってこと。可能性はあり得る。確認したところ6月13日の配信においてホッション武器を大量に素材に投入している配信を発見いたしましたが、その時すでに星がまし作は見当たりませんでした。レベル90のドラゴンスピアを混ぜようかと悩んでおられましたが、それは踏みとどまったようですね。あ、それは記憶にある。なんかドラゴンスピアを素材にしようとして踏みとどまってた記憶はあるわ。うん、それは記憶がある。マジで素材にしたいけど、でもせっかくレベル90まで上げたのに素材にするのもったいないよなみたいな。うん、それはなんか覚えてるわ。うん、ドラスピはちゃんと残ってるよ。てかマジであの星釜試作だけかも。6月9日に星釜確認できてます。え、待って、6月13日に星釜がなく、もうなくなった。じゃあ6月9日から6月12日の4日間の間に星釜試作くんがどこかに、まあ、ていうかそうだよな、その6月13日にドラゴンスピアを餌にしようとしてるから、多分やっぱ武器素材に困ってるんだよ多分そこら辺の時期が。多分それでドラゴンスピアは生き延びたけど、星川試作は多分生き延びれなかったんだろうな。マジで気になるそれ。それちょっと星川消失してる瞬間があったらちょっとそこ見ようぜ。見られちょっと見よう。星釜試作くん消失の瞬間をちょっとみんなで見ようや。6月12日の配信には星釜、てかなんでわかんの？あれか、なんかバッグとか開いて星釜が映ってるところをこう、え、てか6月12日の配信には星釜があって、6月13日の配信には星釜がないの？どういうこと？その1日のどこかでなんかミステリー始まってるじゃん。ってことは12日か13日の中で消失してるってこと？一体何が起きていたんだ？星釜試作くんがさ、星になる瞬間見たいよな。グイーンって星になる瞬間見たいよマジで。報告を待とう。
待てみんな、6月13日の配信で星釜が素材にされてるのを確認しました。だってそれどの配信なんてタイトル、配信のタイトルを教えてほしい。検索するから。原神新イベント探索は一通り終わったけど、ちょっと待って、ありがとう。あ、これか、これ46分あたり47分に素材されてた。分かった、ちょっとじゃあその少し前ぐらいから見よう。何から、そうだ、ちょっと分かんないや。どっちもどっちでも強いんじゃないかな。僕あのジンさんメインで使ってないから、星釜砕いそうな顔してるもん。まあ、確かになんともだね。何をしようとしてるんだお前は。てかいつだこれ、バージョン 1.6 ぐらい。なん銀4つ、銀4つで金が確か4つだよな。確かに合成台だから、こうしてみると懐かしいな。キャラが少ねえ。金リンゴの時か、あ、もなちゃんめ、金リンゴの探索が終わったんか。めっちゃ仕事してくれる。声若いそう、そんなに若い。残せばいいんで、じゃあ先に強化してしまうか。あ、このあすごい、スクロースの祭礼の断片がまだレベル90じゃない。はい、どのタイミングで。なんしゃ、そして魔鋼が足りません。魔鋼が足りませんうわもう本当なくなるな魔鋼懐かしいな、この頃魔鋼がないってのは信じられない。全然足らん。こんにちは。熟知ってどれぐらいまで上げたら過剰になりますか。なんだっけ、過剰っていうか160以降だと少しずつ減退していくんだっけ。上昇値160だったっけ。80、160、240、320、400みたいな感じで、なんか80ずつの段階になってて、いいってもう、がいいって。単なる疑問なんですけど、メソさんってそんなたくさん原神やってて飽きませんか。飽きてたら配信してないよね。スクロースはね別に熟知高ければ高いけど、ないな、こいつの話。パーティーメンバーにバフ負けるから。おもんないわこいつの話マジで。何しとしたっけ、マコや。あ、そう、マコ。マコ、マコ。あ。あ、いる。いる。とりあえず、でも、サイリの断片90にしたいな。星釜くんがいる。とりあえずの。あ、あ、あ。これいらんかな、もうこれ。これ。ね、これさ。これいらんかなぁ。やめろ、いるって。バカ野郎お前、使わんよなぁこれ。いるって。なんか無駄にレベル50まで上がってるんだけど。いるに決まってんだろうが。1本は持っときたいっていうのはあるんだけども。とどまれ、これいらんよなマジで使わないよなぁ。ほら、取っときとか言ってくれとる人おるって。聞け、コメントを。78万ほら、残しておけばいいと思うとか。自分の経験値が入るんよなこれ、うん、ほら、めっちゃ残しといた方がいいってめっちゃ言ってるって。みんないずれやりキャラ増えて、いや、やりキャラ増えても使わんのよねこれ。聞けよ人の話をお前これやりキャラ増えてももう他に優秀なやりいっぱい残っとるし、そのゴマやら、まあ、破天やらあと洗顔やりだったりセピロスの槍だったり。めっちゃ止めてくれてるやん。あの、腐るほど他に優秀な武器あるのよ。気候だったり。あ、やばい。でもちょっとなんかコメントがなんかもう素材にする寄りになっていってる。いらんな。やめろ。餌にしようこれ。いや、あのレベル1のやつだったらまあその原型が余った時に作れるだろうし。やめ。餌にしよう、餌に。で、あとはいらないやつが、田中の槍がまだいっぱいある。一番か、お前。こんなところで、星になっていたのか。あー、ちょっともったいないな。ちょっと。あー！よし。あー！オッケー、これでスクロースの
断片が90。次何をあげる、まあ、星釜くんが今どこにいるか分かった。僕の星釜試作がさ、どこにいるのか分かったわ。お前ここにいたんだな。お前ここにおったんやな。いたわ。いなくなってなかったわ。祭礼の血肉になって、本当に祭礼の断片になってるわ。祭礼の断片の断片になってる。ありがとう星釜試作、お前のことは忘れない。いや、お前は一生僕らの心の中に、祭礼の断片の中に、記憶の断片として残り続ける。ここにいるんだったらもう新しく作る必要もないかもしれない。いやでもマジよう見つけたわ。マジで。あの見つけてきた人たちすごくない？特定班の人たち。星釜消失判明から1時間ぐらい。でも1時間で特定するんだって。さっきも話してたけど、僕の動画、まあ、ライブ配信だけだとちょっともうちょい少ないけど、今全部でちょうど今日で2000本だからな。やばいで。その中から見つけてくるなんて。作ってやるか。蘇れ。星釜試作よ。2000回記念にふさわしすぎる展開。蘇れ、星釜。レベル50に上げて鍵かけないで置いとくか。うん。再現しよう。当時の姿のまま、蘇ってもらおう。でれーん、お帰りなさい、試作くん。あれだ、突破前と突破後どっちなんだろうな。どっちだ。過去のモスラメス教えてくれ。あ、これ突破してないわ。突破してない状態。全くこの、これと同じ。よし。当時の姿のままを完全再現。帰り。これをレベル87の再編の断片に使うとじゃな。過ちは二度繰り返す。